本日の何やってんだよニュースでございます。ちょっと再生ボタンを押してみましょうか。音は消してね。え、複数の女子生徒にわいせつな行為をした先生様。教諭の男59歳を懲戒免職ということで、残念だったね59歳。教師、何やってんの定年退職もう、もう間近に迫ったところで、こんなことでね、国のおっ母さんは泣いてるよ。で、 なんかね、中学校の教諭だってことなんですけども学校めでてないんですよ。これも学校じゃなくってこれは警察署ですからね。でたびたびね女の子を抱きついたりとかね胸揉んだりとか知事もんだりとかねわいせつ行為の限りを尽くして、まあ、これから逮捕されて冷たい人生になるんでしょうけどもなんか取り返しのつかないことをしたっつってもねなんか取り返しどういうことなんだ学校への信頼を失わせるって。 そんんななななこととじゃなくてて生徒さんに申しいいいっていう気持ちはないのかと思いますよねまあこういうふうなねもう何広テレニュースですよ広島ですようんもうなんかねその教頭とか校長やっててもおかしくないような年齢のこの平野教諭がね先生がねこんなことしてるわけですからもう性犯罪ってのは学校で起きてますよ、うん、学校にはねこういったね性犯罪の予備軍が満載されてますからまあお子さんをねお預けの 保護者の皆様、やばいところに生かしてるっていう意識は大事じゃないですか、これは。そのぐらい学校は信頼できないところになってるんですよ。ねどうなってるんでしょうね。これもやっぱり、それぞれの学校に番長がいなくなったからじゃないかなと思いますね。番長制度復活そんなことで今日は終わっていこうと思います。